さようなら。それでハトちゃん、聞いてる？え？あ、聞いてる聞いてる、ちゃんと聞いてるってば。ハトちゃんってば、夏休みに田舎行ってから変だよ。大切なことがあったような気がするんだけどね。思い出せないとか？もしやアブダクションとか経験してみた？楽々痩せる電気ベルトのあれ？うわ、アブしか合ってないんだけど。ごめん。天然成分のおボケまでパワーダウンとは、随分とまた重症なのね。スズラ、お互い別れが辛いならやっぱり忘れさせない方が良かったかもしれないです。そうかもしれないけど、どんなに後悔しても時間を巻き戻すことはできないんだ。ですね。戻りましょうか、私たちの世界に。